皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今日は金沢21世紀美術館に来てます。なぜ来てるかというと、淡津清さんの、展覧会開催中で、その中の2イベントとしてパフォーマンスを、やるということで、一昨日から、金沢入りしまして、で先ほどパフォーマンスを終えたところです。それで今日隣に見ていただいている淡津健さんなんですけど、淡津清さんの息子さんで、まあ、今回の展覧会の監修をやってらっしゃるということで、で、まあ、私が今回パフォーマンスをやる、淡津清さんの展覧会でなぜ僕がやること、パフォーマンスをやることになったかというと、健さんから声をかけていただいて実現したということなんですね。はい、健さんどうも。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっと疲れました。お疲れ様でした。素晴らしいパフォーマンスでした。いやもう展覧会がすごいでしょ。もう素晴らしかったです。ね、こんなポスターも手掛けてたんだっていうのとか、私もアスカニンガムが好きなんですよ。はい、ダンスの。はい、ね、その方の昔60年代ぐらいのなんかポスター手掛けてて、アートセンターでやったマスカニガムの、そうなんです、ね、初めて来た時ですよね。その時の、ポスター、他にも何種類か作ってるんですけどね、今回はもう一種類。そうなんですね。はい、まあ間があっても、まああれもほんのごく一 部、そうですね。要するにこの美術館に淡津清の作品資料を回せると、はい、3,000何百点、4,000点近い、そういう細かいものも含めて入れると異常な数ですよね。一つの美術館が一人の作家の、それだけの数の作品資料を持っているということはね。で、まあ、12年前に大きな、ここに それらの作品が来た時に、大きな展覧会をやって、そこから、まあ12年経ちましたし、淡津清本人が亡くなって今年で10年目ということも含めて、あとこの時代にその彼が、ね、生涯やってきたことっていうのが、10年、前回の展覧会から12年経ったわけで、今のタイミングでどういう意味があるのかということで、はい、割とそのデザインに何ができるか、彼が生涯テーマにしてきた、言葉というか、そういう書籍も書いてるんですけれども、本も作って、それをタイトルにして、それでその中で、上野裕二さんをにぜひ、僕は、監修の立場だから、なんか主催者ではないんですけれども、ぜひっていうふうにこちらの美術館にご相談して、はいはい、それでではっていうことで、今日無事終えて本当にやってよかったなというふうに思ってます。いや本当です。みんなすごい、見た方みんなびっくりされてますよ。やっぱりすごい良かったですね。一言でなんかどういうふうに言葉にしていいか、ちょっと今まだね終わったばっかりで何とも言えないですけど、素晴らしかったとしか今は言いようがないです。上野さん自身も、はい、健さんとのつながりができたのは、たまたま僕のこう共通、健さんの共通知り合いがあって、はい、愛さんという方が、愛子さんという方がいたんですけど、はい、でその方、健さんのところで、大学クリューマルについて の展覧会をするときに、その三宅彩子さんもその展覧会に関わってらして、はい、で三宅彩子さんがぜひその展覧会に、こういうからこういうのがいるからっていうことで健さんに紹介してくださったんですね。はい、もうそれがもう7年ぐらい前ですよね、なんだかんだね、はい、ちょうどもう3.11 のもう起きた直後にやった展覧会だったので、幸か不幸か何とも、いわゆる、フォールアウトっていう、そうですね、今回の、展覧会のメインイメージになってるのはフォールアウト、つまり放射性加工物っていうんですか、はい、それの、海外向けの冊子を淡津清がデザインしてて、はい、でそれの、母子像が今回のポスターとかチラシのメイン、これは1957年の作品ですね。だからその当時からそういった反原水爆、はい、のそういった活動があって、それのグラフィックデザインであるとか、いろんなそういう広報物を手掛けてたんですね。それは彼がまだ、
20代の頃ですね、うん、でそれを今回のイメージメディアにした、ね、なので先ほどのパフォーマンスにつながったというふうに僕は思ってます。話せば長いけど私もそう思いました。でそのまあ、どういうふうな具体的にこれやるあれやるって言ってもそれがどういう意味なのかっていうことはその学園の高橋さんも僕もわからないじゃないですか、はい、でもそれがあのパッとこう分かるし徐々にこう分かっていくプロセス、はい、それがパフォーマンス今日やっていただいたパフォーマンスで最終的に ああいう形になったっていうことはすごくその彼が50年代から死ぬまでやっていたことと、うん、こう点がこう 線になったっていう感じがしていて本当感激してます、うん、もうあの青さんっていうのはあのグラフィックデザイナーっていう側面が、まあ、まあ一番メインではあるのかもしれないんですけど、はい、いわゆるこれ活動家でもあるわけですね、はい、でまあ、特にその原水爆に対する活動とか、まあ、あとは、まあ、社会の中で弱者に対して非常にこう、うん、強く味方になろうとしていた方だったと思うんですよね。なんかそういう部分もこういろんなこう和さんの側面を知れば知るほどなんか共感するところというか、いわゆるこの展覧会の持ってる大きな意味にどうやってこう今回のパフォーマンスを近づけることができるかっていうのが、まあ、このパフォーマンスをこう構成するにあたっていろいろとこう思い悩んだというか点では、まあ、具体的にこう川さんがやってきたもののキーワードとかなんかそういうものをこうお借りしてそういうのをパフォーマンスの中に取り入れるっていうこともやると思えばできたんですけど、青さんのこう特にこう表現においてのこうイマジネーションってあのこう何ていうんですかね、この、まあ、何か一つものを表すのに非常に遠くにあるものをいきなりこうポンと持ってくるんですね。うんうん、まあ何か孤独のみたいなことを例えばのサインとかあとすこう悪いことの暗示みたいなものとかを。するのに、まあ、こう違うな、非常に、まあ、驚きのあるこうモチーフをドーンと持ってきて、しかもそれが非常にバーンとはまるんですね。なんか、ちょっと作品見えたかな。いいこと気がついた、はい、でもその通りですよね、言われてみればね、うんうん、だから、うん、そうなんですよね。何とも言えないけど、なんかそのイマジネーションをこう引っ張ってくる距離感とか、いわゆるこうもうすごい遠いところからぶわっと持ってきて、それでしかも見てる人がそれがもう腑に落ちるモチーフになっていくんですよね。でやっぱそういうこうイマジネーションのこう距離感、飛ばし方、引っ張ってくる感触みたいなものをこうにも非常に強化するところもあるので、なんかそういうような組み立てになっていったらいいなっていうようなパフォーマンスの内容はですね、まあ、使ってるモチーフも含めて、うん、まあ、僕の場合は非常に具体性があるものばっかりではあったんですけど、あの変わらん作品ってあの僕は詳しく説明できないんですけど、 あれはそもそも津山文化センターって言って、まあ、岡山県の津山市の、はい、まあ、文化センターだからあのなんかホールですよね、コンサートやったりする。でそこが初めてできたのは60何年だっけな、はい、60年代前半にできた時に、はい、そこのファサードとその奈落みたいなそのスペースがあって、そこに、はい、あの瓦あれがこういっぱいもっと多分あったと思うんですけれども、でそれはその青月教師のイメージの中では小さな生まれたばかりの赤ちゃんが、はい、その貧しい農家とかで例えば育てられなくて、うん、母親がその、太ももに挟んでこう窒息死させる、うん、そういう伝説ですね、うん、まあ実際にあった話っていうことかもしれない。それをこう川に捨てる、それが捨てたろって漫画なんです。
漫画の原画も展示されてたと思うんですけど、でその津山っていうところの、まあ、それはお話なんですね。そういった民話というか偶話とかそういうのが言い伝えられて、まあそれはだけど多分今の津山市の人たちはあんまりそういうものを表沙汰に、まあ、どんな人もそうでしょうけどしたくないような、まあでもそういう貧しい日本のそういう消されていったような人々の記憶や、まあ、文化とか、はい、あるいはそういった情念みたいなもの、はい、それを彼はその河原っていうことのメタファーをメタファーにしてその奈良国、まあ、そこ津山で、それもいろんなとこからそういうのを拾ってきてるわけですね、その河原を、はい、どっかお寺の脇かなんかにあったのかな、はい、だからそこの土地のものを使って今でこそそういったことをなんかインスタレーションとかつってこうある種いろんなところでやってますけれども、はい、彼は60年で多分彼自身はインスタレーションなんて言葉はもちろん知らないし、それをまあデザインという環境の中にそういうデザインするっていうのはそういうその土地にあったそういうものをやったんですね。それをそのそれがあの河原です。でそれを今まだ今そこはもうなくなっちゃってるんですけど、その津山の今エアコンの室外機かなんか置いてあって、ただその河原はなんか捨てちゃまずいと思って取ってあったんでしょうね、ちょっとよくわかんないその辺のいきさつは。でそれを僕がたまたま津山文化センターっていうところに初めてつい 2,3 年前に見に行ったんですよね、はい、写真では子供の時から見てました。したらそこに瓦がこうその縁の下みたいなところにまだ置いてあるのを 見てでそれをまあ今回、美術館の方にお伝えしたら、それよりコンタクト取って今回じゃあそれをやろうじゃないか、再現されたものなんですね。そうですそうです。だからそういう、まあ、再現がいいかどうかっていうのはまた別の話なんですけどね、うん、作品として。ただそういうことをやって、その実際本物の瓦を使ったやつをまたこっちでやってるっていうことですよね。ただそのテーマが今回の淡月洋子展ではそのキーワードがまあ民衆であるとか、はい、そういう無名な人々の遺恨とか、はい、そんなこと言ってますよね。だから、まあ、ぴったりだと思って、じゃあやったらいいんじゃないかなという。それでその場所でたまたまですけど、うん、あの上野さんのパフォーマンスやろうということになったんで、それはすごく、それにああいう形でまた違う場がそのに上書きというんじゃないんですけど、なんていうんですかな、こう合体してまた違う世界に突入するというか、そういう感じで見てますよね。だから、まあ、今日で撤収しちゃうんだけど、まあ、それはそれでもったいないというお話ありますけど、まあ、確かにだけどそこを潔くあの撤収するのがやっぱり本来的に、ね、本当は全てのものがそうであるべきだっていうようなものとして残るのがいいかどうかってまた別の話ですよ、ね、そうですね、うん、それは全ての、まあ、作品がそうだと思うんですけど、そのなんかその瀬太郎の漫画も、まあざん描かれてる原画が並んでたりして、まあ、そのイメージがあるっていうのを、まあ、ケンさんからお聞きして、はい、でまあ、かなり情念の深いインスタレーションだなっていうのもあったので、はい、まあ、あの場所でやるっていう時に、まあ、見たら三方ガラスに囲まれてて、はい、でまあ、残ってる資料としての写真っていうのは、まあ、モノクロ写真ではあるんですけど、はい、ちょっとこう穴蔵みたいなところで、そうですね、こう光があんま入らないようなところですよ ね、谷間みたいな、谷間みたいなビルの、で上からのなんかこうふわーっとした柔らかい光のみで展示されてるので、多分現場って見たと人によってはちょっと重たい空気感みたいなものを感じる人もいるんじゃないかっていうような写真が残ってたんですね。でまあ展示としては同じように再現してるんだけど、まあ、もう多分三方のこう壁を囲った方がちょっと近づくんじゃないかなっていうのは。もちろん穴明るくないですよ。そうです、ね、あそこは光にはってやってるけれども、本当は影にはみたいなところでやんなきゃいけないな、ね、そんな感じです、うん、あの奈落みたいなこうあんまり光が入ってこないようなところにそもそもそういうものをがあった。あ、じゃあそのイメージからそのイメージも一つあって、それでまあもう一方でそのいわゆるこう黒いものでこう囲っていくっていうのは、まあ、今のその福島とかの現状も含めて、うん、なんかいわゆる臭いものに全部蓋をしているこういう社会のあり方や、り方や、はい、もう単純にこのこう汚染された土をこう黒い袋に入れて積み上げていったりするような現状があったりするとか、うん、そうですね、まあ、そういうのも含めて、いわゆる社会がこう人々に何を犯してしまってるのかみたいなことを
まあ、外側のイメージはそんなもう分かりやすくするんです、はい、でそれと中のその瓦 のイメージも両方ともこう同時に叶えられる行為がある、あるとしたらこれかなっていうのでああいうことになる、ああいう今最終的にああいうフィニッシュになったって感じです、うん、まあ、あと今回はそのメインイメージはあの母子ですけれども、はい、清志のそのデビューというかその彼の、まあ最初にそのデザイナーとしてまあ認識されたっていう作品っていうのがその海を返せっていう1955年、はい、当時26歳だった彼が描いた、今回も展示されてますけれども、それはあの老人の顔の前にこう何て言うんですか、有刺鉄線がこうあって、それは要するにそこに海を返せって自分で文字を書いて、まあ絵画とも言えるような作品ですけれども、それはすごく何て言うの、それで評価を得たんですよね。ただそれは当時、九十九里浜の漁民がそのアメリカの軍隊が演習を沖でやってた、それでその自分たちの仕事場漁場を取られてしまったっていうことがこう象徴的にその、あの絵になってる作品で、それポスターというつもりで描いた、それの原画が今展示されてますけれども、要するにそれって60年以上前の話じゃないですか、1955年、はい、それで今のまあ日本だけじゃなくて世界中の状況を見るとほぼ何も変わってないような状況がある、うん、だからそれを、ね、我々はどう捉えるか、それを彼が一番最初にやった仕事がやっぱり死ぬまでこういろいろ尾を引いてるというか、やっぱり人間、人ってね、その自分の若い頃にやった仕事っていうのがやっぱり死ぬまで、何か新、ね、画風とかそういうのはどんどん変わっていくんですよ、淡路清さんの場合は。ただ何か変わらないことがあるんじゃないかと、それはいろんなメディアでいろんな映画を作ったり、あるいは、別に平面的な仕事だけじゃないですか、いろんなことやりましたけれども、いろんなメディアで。ただ何が変わってなくて、その精神的なもの、まあ、それはなかなか言葉にしづらいですけれども、それが何なのかということが見えるような展覧会に僕が関わったことで少しでもなればいいなと思って今回で、その中で、まあ、いろんなイベントごとをやっていきたかったんですね。でその中で、上野さんは僕がここ近年知り合って、それで最近また僕のあのスペースでパフォーマンスやっていただいて、展示もそれで、まあそれはある種もうここに出ていただこうというふうに思ってたから、うん、なんとなくノリをつけるためのことも含めてね、それでまあ山下洋介さんとその時は一緒にやられて、はい、だから今日は山下さんが出てる映画を見てその足でっていうのは、はい、まあまあなんとなくそれも含めてよかったですよね。だから人の出会いっていうのがまあ淡路清の場合にあって、それは人と人の出会いもそうだし、人と作品の出会いもそうですよね、はい、だから今日やったことでいろんな人が、まあ、そんな、ね、多くの人かどうか分かんないですけれども、上野雄二のパフォーマンス、淡路清のその声だけある作品を見て、展覧会を見て何か、発見する、まあ、パフォーマンスの発見って適当なタイトルつけちゃったんですけれども、うん、パフォーマンスから、ね、何を彼のパフォーマンスの中に何かその初めて見る人も多かったと思うし、何が何だか分かんない人もいっぱいいました、うん、ただそれはもうお客さんの声とか聞いてると分かってすごい面白かったんですけれども、ただ、もうここでやったってことはすごいある歴史にこうなんかを刻んだっていう感じをしてて、淡路展の中でこれできて本当に良かったです。もう僕は何も言うことはないです。ありがとうございますあの付けの炎上にさっき真白さんが影響を受けたって話、はい、まさしくあのパフォーマンスを、まあ、始めて5年ぐらい経ったくらいのタイミングだったと思うんですけど、はい、パフォーマンス始めて20年ぐらいになるんじゃないかと思うんですけど、うん、そのタイミングで何かの記憶が浅だかじゃないんですけど、はい、なんかで見る機会があって、うん、はい、これすごいなとで、まあ、あれを僕は最初は山下洋介さんが制作したパフォーマンス映像だと思って見たから、はいはい、音楽ってものの本質みたいなもの、まあ、いわゆる演奏するってことの本質みたいなものを見出されたんですよ、ね、僕演奏家じゃないけど、はい、で結局
その死生観のようなものもピアノが失われていくけれども、そこに、まあ、当然音も消えていくんだけど、でもそこ消えていこうとするところにもずっと抜き差しつつずっと立ち会いながら音楽家として生きようとしている姿みたいなもの、でも一方で死にはって向かっていく、でも死に向かっていく様がすごいエネルギーで、火によってそこにすごいエネルギーが立ち上がっていってみたいな、なんかそのない混ぜのこの中の状況の凄まじさみたいなもの、こういうことを表すべきなんだなっていうことを、でまあ、それ僕花でやればいいんだなっていうことを、まあ、すごいですね、思いついた、ね、その時はお二人はまだ知り合いではなかった時ですよね。結果的にそれが線となってつながったみたいな感じ ですよね。まあ死って今上野さん言ったけれども、あずき大島やっぱり死とこうデザインをどうつなげるかってことを、まあ、文章化してます。それはだからどっかのタイミングで読んでいただければと思います、はい、僕がここでパッと何のことだったかなっていうのはちょっとパッと解説できないですけれども、はい、今死、まあ、死っていうことをおっしゃって、あやっぱり共鳴するものがある、出会いってそういうことですよね。やっぱり本人同士が別に出会ってなくても物理的に、ただそういう人はやっぱ作品を残せるから、それがね理由で今ここにね、この美術館が、まあそれもいろんな人の出会いで、こういった現代美術館に、なんで新しい現代美術館ですよね、比較的ね、まあまだ15年ぐらいしか、はい、に5年目のだった、まだそんな新しい美術館に、なんで阿部清は、まあいわゆる肩書き的にはデザイナーじゃないですか、その人の作品がね、こんなに多く入るっていうのは、やっぱりそういったいろんな出会いの中からですよね。それはまあ彼自身が関係したわけではなく、その彼の作品残したもの、彼のやっぱり情熱であるとか意識であるとか、それが形になったものがのパワーですよね。それを理解し、それにこれすごいと思う人たちがいたから、まあそういう運びとなったんですよね。だからそれをまあまあこれからね持続していくのが残された私たちの役目ですよね。それは阿部清だけじゃもちろんないけど、それやっぱ繋げていかないといけないという意識はどっかにありますよね、はい、実力はないけど、はい、だからまあ上のまあ勘ですけどね、大体多くのところはなんかの、まあ、ノリですよね。ノリってあんまりほらこういう世界で通用しない美術界とかではそれなんでですかみたいな話になる、でもそんなこと言われてもね、うん、これは面白いと思ったらそれに突っ込んでやってみて、まあ、失敗もあるけど、でもそうじゃない、今回はすごい良かったです、うん、素晴らしかったですね、うん、これはなかなかすごかったです、はいはい、一応僕グラフィックデザイナーの経験もあるんですよ実はなので、はい、アウさんの仕事自体は、はい、まあ、特に僕ちょっと、まあ、個人的な趣味としてはかなり若い時からアングラなものが好きで、だから寺山修司とか、はい、あの辺の天井桟敷のポスターありますもんね。そうですね、レイニシスムとか、はい、そういうものを、まあ、実際は生で見れずに映像とか、まあ、電子で描かれて、あのポスターも当然 見てもいたわけだし、うん、でもそれは阿部さんの仕事だっていうことを認識せずに、でもずっとなんかいろんなところで触れていて、まあ、ある時に全てがバッと一緒になって繋がったんです、うわーって感じで、うわーすごいすごいすごいみたいな、全部阿部清だみたいな、まあ、あと阿部清の場合はそのポスターを作るためにポスター作るっていうこともある、まあそれはいろんな意見あるでしょうけれども、なんかいろいろ参加してるわけですよね、ああいう、 こうプロジェクト自体、うん、あるいはそれを発起人としてそれをプロデューサーというか、今で言うからね、はい、とにかくやろうよって言うと、こうそういうことで始まってるから、結果としてポスターなんか普通に作っちゃうから、別にどなたかから発注を受けてこういうコンセプトでやってくださいとか、そういう感じはほとんどやっぱりなくて、だから今でいうデザイナーと随分違います。それは随分どころか多分通用しないってことですよね。だけどそれを、だから彼はデザインって何かっていうことを
追求して何それで何ができるんだっていうことですよね、うん、結局ね。そこが面白いっていうか、そうですね、うん、なんかこうモチーフをいろんなところで気に入ったモチーフを、まあ、全然違うところでも同じようにこう使ったりとかっていうところもやっぱ商業デザイナーっていう部分ではない、いわゆる作家としてデザインをしていたっていう感触がすごく強い。だから彼がその亀の絵に凝ると、その亀の絵はどっかの本の層、例えば地図に凝った時は大江健三郎の晩元年のフットボールというのの表紙にもなれば、それは全然違う、ポスターであったり違う書籍のデザインの中にも入ってきちゃったりするし、自分の版画作品にも入ってきちゃうから、まあ、そういうことですよね、うん、やっぱモチーフに対する執着がすごくあって、しかもその思いの強さもちゃんと全てのこう仕事の中でちゃんと発揮、いい形で発揮されてるんですよね、うん、今デザイナーはやっぱそういうところことはできないですよ、ね、まあ、自発的に仕事してないっていうのもあるだろうし、うん、だからやっぱグッとくんですよね、まあ、何見ても。あと僕は上野さん信用してるのはやっぱりジェームス・ブラウンお互いジェームス・ブラウンの話で息が合う。あと今日マニー・パッキアの話もしました。やっぱりそういう話でノリが出ない人とはあんまり仕事はしたくない。ジェームス・ブラウン好きなんですか？私知らなかった。ケンさんワシントンの近くに、まあまあそれはね、高校はアメリカにいたんで、やっぱりそういう時に僕はすごいブラックカレー、黒人のね、アメリカの黒人の文化にすごい、まあ15、6の若造っていうか子供だから行って、それにこうすごい洗礼を受けて、音楽であるとかファッションであるとか、まあそれを作ってるこうなんか身体的なこととか、そういうものすべてにすごい憧れも感じたし、その民衆、今あえて言うとそれは民衆の何か文化みたいなもんですよね。でそれは多分日本人がもう遠い昔になんか失っているものなような気がして、でも阿久清も若い時にその日本がどんどんモダニゼーションというかね、まあ、戦後こう高度経済成長の中でどんどん近代化現代化していく中で、そうじゃない部分をやっぱり追求、それは、ね、ノスタルジーじゃないんですよ、うん、何かこうそのなんつうんでしょうね、そのさっきも出ましたけど情念であるとか、そういう抽象的な言葉になっちゃいますけど、うん、そういったものをどうやって彼を媒介にして、うん、そこになんかそれがまあ面白いと思ったんですよね、きっとね、うんうん、だからあんまりそれは理屈じゃなくて、そういうアンチなスタンスに普通に、やっぱりアンチというとまあちょっとネガティブですけれども、なんつうんでしょうね、まあ違う価値観っていうものですよね、うん、みんながこうこっちに行くとやっぱりそこに行きたくないっていう感じがあったんでしょう、うんうん、それは彼の生い立ちともやっぱ関係ありますよ、そこはちょっとなかなか難しいところですけどね。でそういうものをやっぱり今の、世代の人にどうやって、目覚めこう覚醒さすかみたいなところありますよね、うん、美術展のやっぱり出会う場、その瞬間をどうやってうまく作るかっていうのがやっぱり美術館の役割じゃないですかね、うん、そのなんか流行ってものをなんかやるとかそういうのってなんか誰でもできるじゃないですか、うん、そのためになんかそんな税金使ってね、やってほしくないと僕は思いますけどね。優しくそう。そう。だから上野雄二さんが21世紀美術館この白いなんかところに来てやるっていうのはすごくいいんですよ。阿久清がここでやるのはすごくそのミスマッチがマッチするっていうことなんですよ。そのなんかツボが分かってない人があまりにも多すぎると思う。あんまりこういうことばっかり言ってると違う回みたいになっちゃうけどね。でもそれをなんかよく分かってるっていうのが僕は分かるから、面白いなと思ってすごいなと思いました。やっぱり彼のその執着心とか、そのずっとひたすらやり続ける感じ、それは阿久清さんとも一緒です。僕に全然ない能力なんでその能力があるだけでもかなりすごいんじゃないですかね、うん、みんなほらなんか形の中にこう収めようとするから、うん、で要するにそれが基準になると、じゃあそこから逸脱するっていうこともある形にしようとするから、結局みんななんか一見なんか外れたようなことやってても結局そこに収まってくるわけで、そうじゃないことを
僕は求めますよね、うん、別にだからやっぱりそういった芸術はやっぱジャンルじゃないですよね。でもジャンル分けしないとほらなかなか研究者の人たちはなかなかね仕事にならないからやってる感じはありますけどね。今回の上野さんのパフォーマンスって上野さんにとってもものすごいなんか思い入れのある状況っていうかもう非常に思い入れあります。そうですよね、うん、いやもう素晴らしかったです。今後また何かお二人でされたりすることって考えていらっしゃいますか？二人でっていうか彼がやってるから僕何もやってない。こういうのシート引くことすらあとほとんど手伝ってないわけで、あの別に僕は何もやってないですよ。ただ自分がこういう立場をでやらせていただいたら、はい、このチャンスに、はい、まあ、上野裕二さんみたいな人やんないんだったら別になんかこんなことやってもしょうがないからっていうことはありますよ、うん、関わる限りはあのなんかをこう足跡を残さないとさ、うん、別になんか正直なんか息子ですなんつってなんかやるのなんてあんまり気持ちのいいもんじゃないですからね、うん、ただそれはもうあのなんていうの、あの自分も乗り越えてって言うとあれですけど、なんていうの、もう腹をくくってやってますよね、うん、でも健さんに代わる監修者って、まあ、どう考えても見当たらないだろうから、やっぱ健さんの力って大きいです。しかもそのこうイメージが飛び越えてで、まあ、僕みたいなもの引っ張ってくるみたいな、そういうこう力学みたいなものでも、ね、今日はだから美術館の人見てるじゃない、はい、だから本当にいいと思ったんだったら次回は自分たちで呼べばいいんですよ、うん、っていうか呼んでほしいですよね、うん、なんかのもうちょっと違うスケール感の徐々にこうスケールアップしてって、うん、はい、もうなんか美術館全部囲っちゃうみたいな。最後なんか締めで締めはちょっとどうぞ。いやいや、僕も締めることはない。はいはい、はい、あの、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。